こんにちは、こんばんは、有馬かおるです。いつもご視聴ありがとうございます。どうでしょうか。ちょっとね、部屋の中で撮る場所を変えてみました。いつもは白い壁にこう持たれるようにして撮っていたんですけど、ちょっと家具が後ろ映っちゃうんですけどね、どうかなってちょっと変えてみましたね。はい。じゃあ今日はですね、気づきについてお伝えするんですけど、人は自分が見たいように物事を見ます。もうそれは多分分かってると思うんですよね。ああそうだよねって、例えば A さん B さんがいるとすると、同じ現象に対してその人の観念で物を見ます。で、世の中敵だらけだよねと思ってたら、一つの物事をこの人は自分を攻撃してるっていうふうに見ます。でもある人はこの世は敵はいない、みんな味方だよねっていうふうに、見ると、誰かの発言に対して肯定的に捉えるんですよ。でも何が違うかっていうと観念なんです。で、観念って何かっていうと、価値観とか、思い込み、思考の習慣、これが観念なんですけど、自分が信じてること、信念とも言いますね。自分があれってこうだよって信じている通りに世の中を見るんです。それが人は見たいように物事を見るっていうことなんですけど、どういう時にこういうのが現れるかというと、やっぱり人に対してというのが一番多いですね。やっぱり私もなんですよ。私も思ってました。そういう価値観、自分の観念で人を見ることがやっぱり今でもあります。そしたら自分の解釈なんです。あの人はそれを知ってた上でわざとやってるな、手を抜いてるんだ、不誠実じゃないかと。そしてその人に対して非難的な、目で見るんですよ。でも、あ、なんだ、なんかすごくその人に対して失礼なことを、今まで失礼な目でその人を見てたんじゃないかと、はっとこう気づくことがあるんですね。あ、なんだって、全部自分の問題だった、自分の価値観でこれは起こっていたことなんだということに気づいたりするわけです。で、こういうのはもう日常的にみんな経験してると思うんですね。ただ気づくか気づかないかだけです。あの人は本当はこう思ってる、こう私と同じように気づいてるはずなのに、あえて誠実なことをしない、だから不誠実な人って、そこから相手を非難する気持ちって芽生えるんですよ。じゃないとあの人はってならないんですよね。それはただの観念の違いだけです。観念っていうのはさっき言ったように価値観とか思い込みとか信念とか自分特有のものなんですよ。でも相手は相手で観念を持ってます、価値観を持ってます。違うというだけです。自分と同じではないだけなんですよ。だから非難する対象でもなければ、間違っているというわけでもない。で、もし間違っているあの人はと思った時は、その自分の信念とか観念を全部抜きにして事実を見たらいいですね。本当にそのやり方で、うまくいかないのか、うまくいくのか。そしてもう一つは、その人が分かっててやってるのか、これじゃうまくいかないということを分かってて、こうその行動をやっているかということを、
何ですかね、確かめるということですね。確認をする、確認なしに人を非難するということはめちゃくちゃ失礼なことなんですよ。だって自分の憶測でしょ、それは。憶測で人を見て非難的にその人を判断してるんですね。でもそうじゃないかもしれない。じゃあ確認するにはどうしたかというと、直接その方に聞くのが一番です。私はこう思うし、それじゃあ相手に伝わらないんじゃないんですかと、それは間違ってると思うんですけど、正しいやり方じゃないんじゃないでしょうかということを聞いてみるといいんです。そしたらその人は、そんなつもりはない、自分はこのやり方が正しいし、このやり方で今までうまくいっている、相手はちゃんと理解をしてるんだよっていうふうに言われた時に、ああこの人は誠実にそれをやってるんだと分かりますよね。でしかもその行動が世間的とか、まあ世間的ではなくて、事実として機能しないものなのか、きちんと機能するものなのか、ここまでやって初めて、あの人は不誠実なんだ、あのやり方ではうまくいかないっていうことを判断するべきだと思いました。もうそれは私自身にも言えることなんです。私もやっぱりね、そういう目で人を見ることがあるんですよ、気をつけてても。だからそういうことに気づいた時はとこう反省するんですね。でもこれ癖をつけていくと、ちゃんとその客観的にね、正しいものの見方ができるようになると思います。でも気づかずに結構やってるんですよね、日頃みんな。だからそこをね、気づくだけでもすごく成長するなと思います。なのでまあ私も含めて、常日頃から自分の観念で人を判断してないだろうか、物事をそういうふうに見てないだろうか、ここはね、ずっと意識して気をつけていくところだなと思いました。ということでね、また最近ちょっと気づきがあったので、お伝えしました。はい、以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。有馬薫でした。それでは。